吉谷さん松屋さんですか庄山さんですか懐かしいなぁと思いますね。億万長者合宿に参加した皆,皆様も、今、億万長者合宿プラスアルファでやったら、どんな感じでしょうかね、はい。で、動画編集なんですけども、確かに吉谷さんのプロモーションは手が込んでましたよね。平成のガリレオとかね、ありましたよね。で、マトリックスアフィレートとかね。手が込んでいたんで、やっぱり売れたと思います。まあ、つまり 売ろうと思ったら色々方法あるんですよ。で、それをまあ、悪用するかどうかっていうのはまた別の問題でね。買った人がしまったと思うようなまあ。そんなことっていうのは放送をしてるとなんとなくね。気づくこととか。それからいろんな。クレームが入ったりとかでわかるんですよね。だから、そこも誰かにやらされてるレベルでのその組織の対面を保つために組織のミッションを保つために。 まあ、ある意味お客さんを犠牲にしていくっていうところにジレンマを感じる部分はあるのかなと思いますしそれに対して自分がねものすごく大変な思い辛い思いで給料にもならないようなことをしてしかもあの少なくともうん、なんですかね視聴者さんとか購入した方の問題解決ができてないんじゃないかなっていうふうなじぐじたる思いもあったりとかさまざま考えるところがあったんじゃないかなと思うんですよね。うんまあ、分かりませんんけども吉野さんが どんな思いでね、されていたのかっていうのは、マトリックスアフィルトですからね、なかなか。で、今はでも、なんかこう、すべてにおいて、心地よい疲れと、納得感のあるサービス、サポート、こういったものが徹底的に図られてるんじゃないかなと思うんですよ。つまり私ね、こう思うんですよ。組織でやってると、立場上っていうものがあったりとか、いろんな事情に縛られて、結局は、 この個人の時代自由な時代に逆行するようなことをねやっぱりしなければならなくなってくるのが組織のデメリットかなと思うんですよね。確かに組織としては目標達成が予算達成が絶対になってきますけどもじゃあそこにねあの会社規約にはないわけですよ正義感とか,なんか自分のいい悪いっていう判断は。でマーケット的にも決まりを破っていなければそれは。 まあ誤解というものもあったり説明不足とかねいろいろと解釈があったりとかねあるんですよねで今回の億万長者合宿のこの動画のリレーもあの私の中で少し思うのは億万長者合宿にね参加した人がある時ねあれまだと動画のリレーやってるんだって感じであのサポートをお願いしてくれないかなっていうふうな期待もちょびっとあるんですよ。 でも残念ながら億万長者合宿に参加した人からの問いかけはほとんどないといないですよねないのに億万長者合宿に参加してない人からは様々な注文とかオーダーとかお問い合わせがあって販売につながったりとかしてるのは結局億万長者合宿は誰のためにやったのか分かんなくなってきたなと結果的には私たちのために一番なっていたなってことじゃないかなと思うんですよでそうであっては なならないと思うんですよやっぱり受講された方が一番自分のマイ・バッハの夢を叶えたりとか情報発信の質が上がったりとかして「ああ億万長者合宿に参加してよかった」っていうふうにあの主観的にも客観的にもなっていただければいいんですけどもでもこのままだったらね億万長者合宿参加した人はただ参加していい思いで作ったら終わりみたいになっちゃうんで非常に、ね、寂しいですよね、うん、まあ寂しいけれどもこうやってね修正動画にしても無修正動画にしても。 ここれかかららも思いいいっってやってやくととは変わらないかなと思います、うん、でもなんか今はもう一回億万長者合宿リターンズみたいな感じで過去に億万長者合宿に参加した方をね招待してやってみたらどうですかね面白い面白くないですか <laughs> まあそもそも動画見てないと思いますけども何ですかね、うん、何なんですかね億万長者合宿まあ2034フェイスもなくなったことですし、まあ、これからはね 億万長者合宿。<laughs> またやってみませんか。ね。まあ。そのうち。いってらっしゃい。